どうも皆さんこんにちは、 M2 プラントのあさみです。本日はですね、私が使っている財布のご紹介をしたいと思います。こちらです。ちょっと中身はもう今小銭しか入ってませんけど、抜いてますけれども、ブランドはあのホワイトハウスコックスになります。この長財布なんですけど、まあホワイトハウスコックスはね、本当は三つ折りが一番有名です。ただ僕はまあ長財布を使う理由がいくつかありまして、ちょっとそれをご紹介できたらなと思います。まずまあまあ一番は、まあやっぱりスーツ毎日着てますので、結構その財布をこうカバン持たずに財布を持ち歩いた時なんかは内ポケットに入れたりすることがよくあるんですけれども、入れた時にあの三つ折りとかね、2つに畳むタイプとかの財布はやっぱこうボコッとどうしてもなりやすいので、長財布は基本的にはそんな分厚いの少ないんで、まあ、この財布は割とシュッとしたフォルムなので、あのそんなにこう内ポケットに入れた時もかさばらないというので、まあ、僕は基本はどの財布買う時もこういうそんなに分厚くない長財布を買います。もう一つの理由は、まあ、これやらしい話なんですけれども、あのこういう長財布じゃない財布ってお会計の時に財布の中すごい 見えやすかったりするんですね。でなんかちょっと財布の中汚れてたりとか、あんまお金入ってない時とか正直恥ずかしいじゃないですか。ただこの長財布の場合はこんな風に、僕も基本こうやって開けるんですけど、こうやってお金出したりするんで相手に見られない、これ重要です。そういういやらしいしょうもない理由で使ってたりします。ビジネスシーンにおいてはね、やっぱり見栄えをよく見せるっていうことも大事なので、まあ普段、まあ基本はあのカバンに財布は入れた方がいいんですが、そういう時カバン持てない時なんかもあると思いますんで、まあこういう見栄えを意識するという意味でも私は長財布をおすすめいたします。ということで本日は私あさみが使用している財布をご紹介させていただきました。はい、どうもご視聴ありがとうございました。